私にも抱っこをさせてちょうだい。生まれた赤ん坊を見て涙で顔を濡らしながら私は言った。すると真由と吉郎は顔を見合わせ笑い始めた。何をおかしなことを言ってるんだ。そんなこと聞かなくたって抱っこしてあげてよ。そう言ってくれるものだと思い赤ちゃんに近づいたその時、ちょっとこっちへ近づいてこないでよ。笑いながら真由が言う。聞き間違いかと思ったがそうではない。だいたいなんで他人のあんたに私の子供を触らせないといけないの？他人？吉郎も私を見て笑う。もうお前に用はないんだよ。吐き捨てるように言葉を投げつけてきた。何も言えずに固まっている私を見て二人でケラケラと笑っている。今までの日々は嘘だったっていうの？三人で楽しくやってきたのは私だけだったの？目の前が真っ暗になりそうだ。いや、楽しかったぜ。たんまり稼いでくれて、俺たちを養ってくれて、な。だよね。贅沢な暮らしができたし、私たちの言うことは何でも聞いてくれたし。そこには私に対する愛だとか感謝だとか、そんなものは存在していなかった。20年以上騙されていたのだ、私は。自分のバカさ加減に思わず笑いがこみ上げる。肩を震わせ、私は笑う。とうとう気でも狂ったか。ニヤニヤとした卑しい顔でこちらの様子をうかがう吉郎。どうしてこんな男のことを愛していたのだろう。気持ち悪い。え？そんなことだろうと思ってたのよ。吉郎と真由はきょとんとしている。私は背後のドアへ向かう。私がドアを開けると二人は凍りついた。私は黒部千穂、53歳、夫と娘の三人暮らし。ここまで聞くとどこにでもある普通の家庭だろう。だが私たちの場合は少し違う。娘は私の実の子ではない。夫の連れ子だ。私は夫と出会う前に別の男性と結婚をしていたが、不妊が理由で離婚した。もちろんお互いの話し合いの上での円満離婚だ。子供ができないと知った私は、離婚してからというもの、がむしゃらに働いてきた。生きる糧が仕事しかなかったからだ。気がつくと、社内の出世頭となっていた私だったが、そんな時に今の主人となる吉郎と出会った。仕事の取引先で働いていた吉郎は同い年で優しい青年だった。ちょうど私が打ち合わせで吉郎の会社を訪れた時、私の履いていたヒールが折れてしまったのだが、その時手助けをしてくれたのが出会いのきっかけだ。それから顔を合わせるたびに挨拶をし、少しずつ話をするようになり、いつしか私は吉郎と会えるのが楽しみになっていた。ある時、吉郎の会社に行くと3歳ぐらいの女の子が事務所にいた。気になって受付をしてくれた事務員の方に聞いてみると、その女の子は真由という名前で吉郎の子だという。真由が生まれて間もなく奥さんは亡くなられたそうだ。それから吉郎は一人で働きながら育ててきたのだ。
たまに発熱などで保育園に行けない時にこうして事務所で待機させているらしい。まゆの額には熱を冷ますシートが貼られていた。ちょうどその時、吉郎が事務所へ戻ってきた。おや、水野さん、今日もまた打ち合わせですか？にこやかに私に話しかけてくる。え？あ、はい、そうなんです。私は吉郎の見えない苦労を想像していた。あの、私、娘さんのことを聞いてしまいました。吉郎は驚いた顔をしたが、またすぐ笑顔に戻り、ああ、たまにね、ここへ来るんですよ。保育園は少しの熱でも登園できないもんですから。そうなんですね。ごめんなさい。私に構わず、早く家でゆっくりさせてあげてください。子供がいない私には想像できないくらい大変なんだろう。そうですね。ではまた。そう言って吉郎は眉を抱っこして会社を後にした。打ち合わせの最中も私は吉郎と眉のことが気になっていた。一人で子供を育てている人は5万といる。きっとそこにはその家庭の分だけ苦労があるだろう。もちろん両親が揃っていても苦労がないわけではない。子供を産めない私はその苦労すら知らずに一生を終えるのだろう。なんだか急に仕事に全てを捧げる自分が寂しく思えた。そして少しでも吉郎の負担を減らすことはできないだろうかと考えていた。自分では気がついていなかったが、それほどまでに私の心は吉郎に奪われていたのだ。それからというもの、私は今まで以上に吉郎と話す機会を探した。連絡先を交換し、まゆも含めて食事に行ったりするのに、そんなに時間はかからなかった。まゆも私に懐いてくれ、三人で過ごすことが増えた。まゆが4歳になった頃、千穂さんのご飯、毎日食べたい。何気なく言ったその言葉が、私の気持ちを駆り立てる。吉郎は少し照れたように、こーら、まゆ、千穂さんも忙しいんだ。無理を言うんじゃない。と、まゆをたしなめているが、本心はどうなのだろうか。数日後、三人で公園へ出かけた時に、私は吉郎に尋ねた。この前、まゆちゃんに言われた一言、私はすごく嬉しかったんです。吉郎は何のことを言っているのか、分かっていないのか、きょとんとしている。私でよければ、毎日、ご飯を作りましょうか。吉郎はハッとした顔をする。あの、分かりにくかったでしょうか。私はあなたと。そこまで言った時、吉郎が私の言葉を遮った。待ってください。私はドキッとした。吉郎は遊具で遊ぶ眉を見て、そしてため息をつく。もしかして出しゃばりすぎたかしら。不安でいっぱいになった。これ以上千穂さんの負担を大きくするわけにはいかない。吉郎はつぶやいた。ダメだったか。食事は、いや、家事は分担制にしましょう。私は耳を疑った。え？あ、いや、千穂さんは仕事も忙しいでしょうから、家事は僕も負担するということです。それって私の思い違いではないだろうか。私と
結婚してくださるということですか？え？あ、そうか。すいません。そうです。いや、そうじゃなくて。吉郎はドギマギしていたが、すっと姿勢を正し、私に向き直った。わかりにくくてすいません。こんな僕ですが、結婚してください。はい。私は満面の笑みで答える。遠くで眉が吉郎を呼ぶ声がする。それでも私たちは手を取り合い、見つめ合っていた。それから20年の月日が流れた。私たちはあの日から家族になり、3人で過ごしてきた。4歳だった眉は、今はもう24歳だ。私は相変わらず仕事を続けている。私には亡くなった両親が残してくれた財産があったのだが、何よりも私を本当の母親のように慕ってくれる眉のために何かしたかった。吉郎も眉も私が仕事で忙しくても何も言わずに家事を手伝ってくれた。だが眉があの日私に言った私の作ったご飯を毎日食べたいという言葉通り、私は3食のうち必ず1食は作るようにしていた。保育園卒園から大学卒業まで、眉の願いはできるだけ叶えてきたつもりだ。学校のイベント、習い事、塾など、他の家の子と同じようにやりたいことをやらせてきた。眉は素直にすくすくと育ち、2年前に大学を卒業して、今は地元の企業に勤めている。あとはいい人を見つけて結婚してくれれば。最近そう思うようになった私は、すっかり母親になっていた。そんな私の気持ちとは裏腹に、眉の態度が冷たいと感じるようになったのは、眉が就職してからだ。最初におかしいと思ったのは、私が作った食事を食べてくれなくなった時だ。一度や二度ならまだしも、私が食事を作る時は必ず外で食べるようになった。不思議に思った私は吉郎に相談してみたが、眉ももう働き出して一発の社会人なんだ。そこまで気にすることじゃないだろう。と軽くあしらわれた。確かにそうだ。もういい大人なんだし、あまり口出しすることでもない。その時はそう思ってはいたが、気がつけば眉が私の作った食事を口にすることはなくなっていた。眉の態度が冷たいのは食事に限ったことではない。もうずっと眉と会話らしい会話をしていない。お互いに仕事をしていて帰宅時間がバラバラなのもあるが、唯一顔を合わせる朝のわずかな時間にも、まるで私がそこにいないかのように振る舞う。私が話しかけても無言で反応すらしてくれない。ある夜、私が帰宅して遅めの晩ご飯を食べていた時、まゆが帰ってきた。おかえり、まゆちゃん。ちょうど私もご飯を食べていたの。軽く何か作ろうか。思い切って声をかけたが、まゆは大きなため息をつき、何も言わずに自室へこもった。何か私自身が気づかないうちに、まゆを傷つけてしまったのだろうか。不安になった私は、また吉郎に相談してみたが、まゆも疲れているだけじゃないか。慣れない仕事続きだしな。と、またまともに取り合ってもらえなかった。まゆの態度が冷たいからといって、私は決して態度を変えなかった。何があったにせよ、いつかは必ず前のように戻れるはずだと信じていたし、血はつながっていなくても、まゆは私の娘だ。冷たくされ、無視される日々が続いたが、私は毎日、まゆに話しかけることを諦めなかった。
また月日が流れた。もうどれくらい眉と口を聞いていないだろう。それでも私はいつものように眉に声をかける。おはよう。今日も仕事頑張ってね。いってらっしゃい。私の作った朝食に手をつけずに黙ったまま玄関を出ていく背中を見送る。いつまでこんな日が続くのだろう。もう限界かもしれない。そう思いながら私も仕事へ出かける。この数年間同僚に相談してみても、遅れてきた反抗期だの、そういう時期ってあるものだの、誰も私の納得のいく答えをくれなかった。そうして私はいつしか誰にも相談することもなく、ずっと自分一人で悩み続けていた。家に帰るのが憂鬱だ。そんな日に限って定時で帰れてしまう。重い気持ちを振り切れず、晩ご飯の食材を買って帰る。ただいま。おう、お帰り。吉郎はすでに帰宅していた。夕方のニュースを見ながら先に缶ビールを開けているようだ。私も今日は飲もうかしら。そう言って冷蔵庫を開け、缶ビールを取り出す。どうした？珍しいな。どうせ吉郎にこの気持ちを話したところで、またはぐらかされるだけだ。たまにはね、こんな日もあるのよ。そうか。会話が終わる。このまま眉とだけでなく吉郎とも会話することがなくなってしまったら、私はまた不安に飲み込まれそうになる。あの時吉郎と眉と家族になる選択をしなければ、こんな気持ちにならなかったのではないか。そこまで考えて私はハッとした。ダメ、これ以上考えるな。自分で言い聞かせ、不安を吹き飛ばすように大きく息をついた。その時、ただいま。眉が帰ってきたようだ。キッチンを通りリビングへ抜ける眉に声をかける。おかえり、眉ちゃん。今日は早かったのね。ご飯の準備をするからもうちょっと待ってね。どうせ無視されるのだろうけど、負けるな、ひるむな、いつものように振る舞え。私は心の中で呪文のように唱える。眉が大きなため息をつく。うん。小さな声だが確かに返事をしてくれた。え？あ、うん、待ってね。私は動揺を隠しきれなかった。けれどそれに気がついているのかいないのか、眉は吉郎とテレビを見ている。鼻歌が出てしまいそうなほど嬉しかった。どうせなら晩ご飯のおかずは眉の好きなものにすればよかったと後悔しながら準備を進める。その夜、眉は何年かぶりに私の手料理を口にした。たったそれだけで私はこれまでのことが嘘だったかのように気分が晴れた。だが喜ばしいことはそれだけじゃなかったのだ。晩ご飯の時、眉から紹介したい人がいると打ち明けられたのだ。今日は最高の一日だ。私は久しぶりに朝までぐっすり眠ることができた。眉から紹介された男性は、私も吉郎も気が引けるほどのお金持ちだった。原田博樹という名前の、眉よりも4歳年上のその男性は、日本で有数の大手企業に親が勤めているらしい。父親から同じ会社で働くように言われていたが、親のコネを使いたくなかったらしく、自力で就職活動をし、眉と同じ会社で働くことになった。眉とは同じ部署の先輩後輩らしく、
どこか抜けている眉の性格に惹かれていったそうだ。ほっとけないというか、目が離せないというか、小さな頃からエリートとして育てられた環境には眉のような人がいなかったのだろう。私が言うのはなんだが、眉には競争心というものがない。マイペースというべきか、私の目から見てもポヤンとした娘だ。殺伐とした世界で誰かと比べられ、その誰よりも上へと。私も仕事が全てだった時はそんな世界で生きていたから、ひろきが眉に惹かれる気持ちが分かったような気がした。眉の隣で照れ笑いを浮かべる彼を見て、私は安心した。ご両親がお金持ちだからといって少し身構えていたのだが、彼個人はどこにでもいるごく普通の青年だったからだ。偏った考えのないまっすぐな青年。彼の両親に会えるのも私は楽しみになった。両家の顔合わせの日、ひろきのご両親はわざわざ東京から私たちの住む町まで来てくれた。ひろきが用意した場所はこの町で一番立派なホテルのレストランだ。私はたまに仕事の接待などで利用するが、吉郎も真由も緊張した面持ちだ。まあ、ここまで大切に育ててきた娘の結婚話だ。二人の緊張感は普段行き慣れない場所だからという理由だけではないのだろう。そしてどこか冷静な私がいる。なぜだろう。真由のことは本当の娘だと思っている。二人の緊張っぷりを見て、逆に私までつられてはいけないと無意識に考えているのだろうか。そんなことを分析していると、ひろきとご両親がやってきた。この度はお日柄もよく。吉郎は上ずった声で挨拶を始める。わざわざこんな地方までご足労いただきありがとうございます。言葉に詰まる吉郎に代わり、私が声をかける。いいえいいえ、どうかご緊張なさらず、今日はお互いの子供の親として楽しく食事をできればと思っています。ひろきの父はまるで嫌味を感じない気さくな雰囲気だった。そして母もまたその傍らで微笑んでいる。今日はまゆさんと、そしてそのご両親であるお二人にお会いできるのが本当に楽しみでしたのよ。ひろきの母は、年は私たちとそう違わないはずだが、まだ少女のような可憐さを持ち合わせていた。これが上流階級の振る舞いなのか。私は親としての顔をすっかり忘れてしまい感動していたが、はっと我に返り言葉を返す。本当にさして取り柄のない娘ですが、おっとりしたところをひろきさんが気に入ってくれたらしく、深々と頭を下げる私に、こちらこそ、こいつは私には反抗ばっかりしてくるんですがね、こんな優しい女性を連れてくるなんて、見直していたところなんですよ。挨拶もそこそこに、私たちがテーブルに着くと豪華な食事が運ばれてくる。眉も吉郎も華やかな料理を目にして少しは緊張がほぐれたようだ。乾杯のシャンパンが空になる頃には、私たちは和やかに会話を進めていた。上流階級の人と思って私も身構えていたが、話せば話すほど打ち解けていった。ひろきの父親も元からお金持ちだったわけではなかったのだ。お互いの若い頃の話や趣味、最近ハマっていることなど、私たちの世代の話にばかり花が咲き、若い二人は目をしばたたかせていた。気がつくとコース料理は終了し、デザートとコーヒーが運ばれてくる。そうして終始和やかな空気で
両家の顔合わせは終了。私はひろきの母と連絡先を交換し、時々二人でランチに出かけるまで仲良くなった。それから数ヶ月後、ひろきとまゆは豪華な結婚式を挙げ、我が家の近くのマンションで暮らし始めた。1年後、まゆの妊娠が分かり、私たちは歓喜した。まゆはあっさり仕事を辞め、しょっちゅう我が家に顔を出している。ひろきとの新居よりも、我が家で過ごす時間の方が多い。あまりにも顔を出す頻度が高いので、たまにはひろきとの家で過ごすように提案してみたが、だって、ひろきは仕事で家にいないし、体調もあんまり良くなくって、と私に甘えてくる。それに、千穂さんの作ったご飯なら食べられるんだ。と言われたら、追い返すことなどできない。気がつくと、食事の世話だけでなく、新居へ出向いて掃除したり、買い物へ行きたいといえば車を出してあげたり、私は眉の世話を焼いていた。母親として娘が辛い時には力になるものだと思い込んでいたのだ。ただいつもスマホを触り、時折ふらっと外出するので少し気になる点はあったのだが、ある日ひろきが一緒に我が家へやってきて、ソファーに横になり、いつものようにスマホばかり触っている眉の姿を見て、眉、たまには自分で動いたらどうだ。お母さんも普段は仕事で疲れているはずだし、と声をかけていたが、いいの、千穂さんは好きでやってるんだから私のためにってね、とたしなめられていた。お母さん、本当にすいません。作り置きの食事まで作っていただいて。まゆの態度が変わらないのがわかると、今度は私に謝ってくる。ひろきは本当にいい青年だ。まあ、しょうがないわよね。まゆを育ててきたのは私でもあるんだし、ひろきくんが謝ることじゃないわよ。それに、子供が生まれたら、きっと変わるはずよ。ひろきに言っているのか、自分に言い聞かせているのか、私はわからなくなっていた。数ヶ月後、まゆがとうとう出産した。私は陣痛が起きた時からまゆに付き添い、ひろきとご両親、そして吉郎に連絡を入れる。分娩室にはひろきが一緒に入り、立ち会い出産をした。その間、私は気が気ではなかった。自分は経験したことがないからだ。どんな痛みなのか想像すらできない。祈るように手を合わせる私に、ひろきの母がそっと寄り添ってくれていた。まゆの出産は安産だったらしく、数時間後には母子ともに元気な顔を見せてくれた。私は感動で涙が溢れていた。早く赤ちゃんを抱っこしたい。だが赤ちゃんを抱っこできるのは翌日かららしく、ひろきを残して私たちは帰宅し、翌日再び病院を訪ねることにした。翌日まゆの病室を訪ねると、ベビーベッドに生まれたての赤ちゃんが眠っている。初めて間近で生まれたての赤ちゃんを見た私は、また感動を抑えきれず涙した。早くこの腕で抱っこしたいわ。ポロッと本音が出たその時、赤ん坊がか細い声で泣き出した。授乳をするからという理由で、私たちは病室の外へ出される。そろそろ、ひろきも仕事を切り上げて、こちらへ来るって言ってたから、私は迎えついでにケーキでも買ってきます。そう言って、ひろきの母は病院から出て行った。病室から、まゆが呼ぶ声がしたので、私と吉郎は再び病室に入った。今度こそ抱っこできる。そう思って、まゆに確認してみた。私にも、
抱っこさせてちょうだい。すると真由と吉郎は顔を見合わせ、プッと吹き出し笑い始めたのだ。何をおかしなことを言ってるんだ。そんなこと聞かなくたって抱っこしてあげてよ。そう言ってくれるものだと確認なんかしなくてもよかったのかと、まゆと赤ちゃんに近づいたその時、ちょっとこっちへ近づいてこないでよ。笑いながらまゆが言う。え？聞き間違いかと思ったが、そうではなかった。だいたいなんで他人のあんたに私とひろきとの子供を触らせないといけないの？他人？私はすがるような思いで吉郎の方を見る。とうとうこの時が来ちまったのか。吉郎も私を見て笑う。お前よりもいい金づるを真由は見つけたんだよ。そしてその金づるの血を引く子供を産んだんだ。この人は本当にこれまで一緒に過ごしてきた人なんだろうか。そう思わせるくらい吉郎の顔が歪んで見えた。もうお前に用はないんだよ。吐き捨てるように言葉を投げつけてきた。何も言えずに固まっている私に真由が追い打ちをかける。ほんと、小さい時からパパに言われてきたけど、あんたに媚びを売るのは苦痛だったわ。そんなこと言って、お前だって欲しいものは何でも手に入るからってノリノリだったじゃないか。二人でケラケラと笑っている。今までの日々は嘘だったっていうの？三人で楽しくやってきたのは私だけだったの？声が震えている。目の前が真っ暗になりそうだ。いや、楽しかったぜ。たんまり稼いでくれて、俺たちを養ってくれてな。だよね。贅沢な暮らしができたし、私たちの言うことは何でも聞いてくれたし。そこには私に対する愛だとか感謝だとか、そんなものは存在していない。都合のいい道具に対するような何の思いやりも感じられない言い草だ。まあでも母親面してあれこれうるさかったからね。ほんと何を勘違いしているんだかって感じだったわ。勘違いさせてたのは俺たちだけどな。長年家族のふりして騙してこれたんだ。俺たち役者の才能でもあるんじゃないか。またしても二人で大笑いしている。すーっと私の中の感情が失われていくのがわかる。20年以上騙されていたのだ私は。自分のバカさ加減に思わず笑いがこみ上げる。肩を震わせ私は笑う。吉郎と真由は異質なものを見るように私に視線を寄せる。とうとう切れも狂ったか。ニヤニヤとした卑しい顔でこちらの様子をうかがう吉郎。どうしてこんな男のことを愛していたのだろう。気持ち悪い。え？初めて自分に向けられる蔑みの言葉を聞いた吉郎は少したじろいだ。そんなことだろうと思ってたのよ。吉郎と真由はきょとんとしている。このやりとり他にも聞いている人がいるって知ってた？私は背後のドアへ向かう。吉郎と真由はまだ状況がつかめていないようだ。私がドアを開けると二人は凍りついた。そこには、ひろきとひろきの母が立っていた。真っ青な顔をする吉郎と真由。その二人を比べて、ひろきとひろきの母の顔は怒りで真っ赤になっている。
表情が険しい。そしてゆっくりとひろきが眉に詰め寄る。その手には大きめの封筒があった。何よ。ひろきの気迫に押されながらも眉は対抗する。単刀直入に聞く。眉、その子は本当に俺の子なのか。ひろきはベビーベッドで眠る赤ちゃんに目をやる。眉の表情が一瞬ピクリとした。突然何言ってるの？当たり前じゃない。瞬きが増える。ひろきは無言で封筒を手渡す。何これ。まゆは恐る恐る封筒の中身を確認し絶句した。おい、どうしたんだ。吉郎がまゆの隣へ行き、まゆの手から数枚の紙を奪い取った。そしてまたまゆと同じように言葉を失う。この子の DNA 鑑定をさせてもらうよ。吉郎の手からこぼれ落ちた紙を拾い上げながらひろきが言う。何かの間違いよ。必死でひろきに訴える眉だが、ひろきには響いていないようだ。主人の知人にね、腕のいい弁護士さんがいらっしゃるの。この証拠はお墨付きなのよ。可憐な容姿からは想像できないほど、ひろきの母の声は冷酷だった。なんでこんなことになってるんだよ、まゆ。吉郎は知らなかったようだ。まゆが浮気をしていたことを。ひろきが持ってきた書類は、まゆの浮気の証拠と離婚協議に関するものだった。何かの間違いよ。先ほどまでとは違い、か細い声でつぶやくように眉は繰り返す。間違いであるなら鑑定をしてはっきりさせよう。眉を見つめるその目は、まだ眉を信じたい気持ちがあるのだろうか、少し温かいものが混じっていた。お母さん、ありがとうございました。吉郎を残し病室を出た私たち。ひろきは深々と頭を下げてきた。いいのよ。まゆの様子がおかしいときは必ず何かあるんだから。最初にまゆの浮気を疑い始めたのは私だった。妊娠中、幾度となく我が家へ来てはスマホを触っていたまゆ。一度ちらりとその画面が見えてしまったのだ。メッセージアプリの画面だろうか。会いたい、今からどう？というやりとり。そしてすぐに外出するまゆ。ひろきは仕事中のはずだし、友達にしては引っかかるものがあったのだ。ちょうどその頃、ひろきがまゆを迎えに来た時にちらっと相談されていた。まゆの態度がそっけない、と。妊娠中特有の情緒不安定ではないかと悟していたのだが、もしかしてという私の疑いは確証を得るものではなかった。点と点だけでつなげられるものではない。そう思って眉を問い詰めることはできなかった。ひろきはひろきで一人で調査に乗り出していた。調査の結果、眉が浮気をし企んしていた可能性が浮上したのだが、すでに眉は臨月に達していたのだ。ひろきからその話を聞いた私は、思い当たる節があったことを伝えた。そして確証を得るために出産後の DNA 鑑定を提案したのだった。こちらこそ本当に取り返しのつかないことをしてしまって、あの子を育ててきたのは私だという事実は変わらない。お詫びのしようがないわ。ひろきとひろきの母に謝罪をする私。騙されていたとはいえ、20年以上一緒に暮らしていた家族の問題だ。私だけが許される問題でもない。ところがあっけらかんと。何言ってるの、千穂さん。あの親子二人が元凶でしょ。あなたも被害者なのよ。
なんなら今回お世話になった弁護士さんに相談してみます？ひろきの母は言ってのけた。コロコロとあどけなく笑っている。この人だけは敵に回しちゃいけないな。心強い友達ができてよかったと私は思った。数日後 DNA 鑑定の結果が出た。子供の父親はやはりひろきではなかった。ひろきはまゆに離婚を申し入れたが、まゆは認めず調停にもつれ込んだ。まゆはその頃から再び私に媚びを売るようになっていたが、私が相手にすることはなかった。むしろこれまで3人で暮らしてきた家にいるのも煩わしかったので、さっさと引っ越しの準備を進めている。調停でも離婚に応じなかったまゆの図太さに私もひろきも呆れていたが、いよいよ離婚訴訟へとなだれ込むと、まゆの敗訴は明らかだった。結婚後の浮気、肉体関係、托卵といった行為が人道的に認められるわけもなく、さらには子供の DNA 鑑定書まであるのだ。まゆは浮気相手とともに慰謝料を請求された。まゆの浮気相手はまだ大学生で、子供についても責任を取らずとっくに逃げ出していた。なのでまゆはその浮気相手の分の慰謝料まで支払わなくてはならなくなったのだ。さらにまゆは吉郎に頼ることもできなかった。私も知らなかったのだが、私の稼ぎで暮らしている間に吉郎は仕事を辞めていたのだ。しかもギャンブルで借金まで作っていたらしい。まゆの離婚協議がもつれている間に引っ越した私は、その話を吉郎の母から聞くこととなった。もちろん吉郎には離婚の申し立てをしている。ひろきの父に紹介してもらった弁護士さんを介しているので、間もなく成立するだろう。それでもまだまゆも吉郎も私にすがろうとしているようだが、私の周りにいる人間はみんな彼らがやってきたことを知っているので、私に協力的だ。今のところ二人からの突撃はない。赤ちゃんはというと、吉郎の両親が引き取ることになった。吉郎のご両親は田舎に住んでおり、この度の騒動を知ると吉郎とも真由とも絶縁すると宣言した。もし吉郎と真由が彼らを頼ろうものなら、ご近所がそれを許さないだろう。田舎のつながりは親戚のそれよりも強いものだ。吉郎のご両親は赤ちゃん自身に罪はないと考えての行動だというが、正直ご高齢の二人に任せるのは気が引けた。まゆを大人になるまで育てたのは私でもある。吉郎と結婚している間にもたくさんお世話になっているし、その責任といってはなんだが、これからの教育費を援助しようと考えた。その話をひろきの母にすると、そうね、千穂さんがそう思っているならと、まとまった金額を用意してくれた。ダメよ、こんなのいただけないわ。断ろうにも、いいのよ、ひろきとあの子との手切れ金だと思ってちょうだい、とまたあどけなく笑ってみせるのだ。実は彼女の実家は資産家らしく、顔合わせの時には聞いていなかったが、ひろきの父が勤める会社の社長令嬢だったそうで。あら、お話ししていなかったかしら。それにこれぐらいしか私も楽しみがないのよね。そう言って私を見つめてくる瞳にヒヤッとした。本当に怖い人だ。私は彼女に気に入られ、仲良くなれたことに感謝した。それから数年後、相変わらず吉郎と真由は借金に追われる毎日らしい。私はというと、今日もひろきの母とランチの約束をしている。千穂さん、いつもと変わらない少女のような声で私を呼ぶ声が聞こえる。
その隣にはひろきと少し若い女性が立っている。どうやらひろきも新しい幸せをつかもうとしているようだ。私は手を振りながら三人のもとへと駆け寄った。娘のユナです。私から皆さんに言っておきたいことがあります。事故で急逝した夫の葬儀中、夫の連れ子であるユーナが突然マイクの前に立った。どよめく会場、混乱するスタッフと参列者、どれも気にしないというふうにユーナは私を指さし、憎しみのこもった声で叫んだ。パパはあんたのこと都合のいい家政婦だと思ってたのよ。私だって母親だと思ったことはない。私は突然の出来事に本当に娘が放った言葉なのか疑った。何度も言われた言葉を頭の中で繰り返すが、理解するのを拒否しているように脳が正常に働かない。ユーナに何か憎いと思われるようなことをしてしまったんだろうか。今までそんな素振りはなかった。血はつながっていなくても親子としてうまくやってきたつもりだったのに。時間が経つにつれ、先ほどの言葉が心に刺さり、胸が潰れるような思いがする。もはや話し合いで解決できないほど、私への嫌悪感は増幅してしまったように見えた。ユーナは私が黙っている間も、スタッフになだめられながら私を見下し、バカにするような発言を繰り返している。私は夫とした約束を思い出し、ある決意を持ってユーナへ言葉をかけた。強く生きてね。これから何があっても。その言葉にユーナはキョトンとした顔をする。わけがわからないといった顔をするユーナに、私はもう一度繰り返した。何があってもね。私歩美はパートをしながら娘と夫とマンションで3人仲良く暮らしている。今日はパートが休みの日なので、家事を終わらせた後、私は家でゆっくりと一人の時間を過ごすことにした。自宅のソファーでコーヒーを飲みながら、ふと旅行に行った時の家族3人の写真立てが目に入る。そしてそのまま、なんとなくユージと出会った時のことを思い出した。夫であるユージと結婚したのは、今から7年前のことだ。私が仕事で外回りをしていた時、書類を落としてしまったのを拾ってくれたのが出会いだった。書類を拾う私が目に入っているものの、誰も手伝う気配はない中、真っ先に駆け寄ってきて心配しながら、一緒に書類を拾ってくれた姿は今でもよく覚えている。ユージとは会社が近く、仕事帰りや昼休憩に顔を合わせると会釈する仲になり、次第にどちらともなく会話を交わすようになった。ユージは私より年上だったが、少年心のある大人だ。快活で明るく、何事にもまっすぐな姿に、私は会うたび惹かれていった。いつしか連絡先を交換し、やがて約束を取り付けて会うようになる。私にとって嬉しいことだったが、関係を進めるにあたって、一つ気になることがあった。ユージには子供がいたのだ。二人で会うようになってからしばらくした頃、子供がいると切り出してきた。子供は今小学校の高学年で、女の子だという。前妻とはまだ子供が幼い頃に死別しており、そのままユージが子供を引き取ることになった。そして今までは男で一つで子供を育ててきたとのこと。ユージは私と再婚したいと言ってくれており、子供とも会ってほしいと頼まれた。私は一人っ子なので、姪や甥などはいないし、親戚に小さい子供もいない。子供との関わりがほとんどないので、接し方というのがまるでわからない。だがユージと家庭を持つことを諦められず、私はユージの子供であるユーナに会うことにした。顔を合わせる前、ユージはユーナがどういう子なのかを話してくれた。以前二人で旅行に行った時の写真も一緒に見せてくれ、そこには可愛らしいリボンをつけた笑顔の子供と慈愛に満ちたユージが写っている。かわいいわね。すごく楽しそう。かわいいんだけど、甘やかしすぎて最近ちょっと困ってるんだよね。
ユージは母親のいないユーナをかわいそうに思い、欲しいものは何でも買い与えたり、望みがあれば多少無理をしてでも叶えてあげているという。父親に存分に甘やかされたユーナは少しわがまま気質なところがあり、それが原因で友達ともたまに喧嘩になるのだそう。そんな親子の関係を微笑ましいと思う反面、子供との関わりが薄い私に親が務まるのかという不安がよぎる。だがユージさえそばにいてくれれば、何があっても乗り越えられるだろう。眉毛を下げながら困ったように笑うユージを見て、わずかに残った不安をかき消した。そしてその一週間後、初めてユーナに会う日となった。場所は動物園。決め手はユーナが大好きな場所だからだ。昼前に現地集合の予定だったので、私は約束時間の5分前に到着し、入り口の前で2人を待った。約束の時間を15分過ぎた頃、子供の泣き声が聞こえてきたとともに、遠くからユージが女の子を抱っこしながら走っている。遅れてごめん。暑かったよね。大丈夫？謝るユージの額にも汗が浮かんでいる。未だに泣きながら腕の中で暴れている女の子がユーナだった。挨拶しようにもすごい泣きようだったので、ひとまず落ち着いてもらうことにする。ユーナ、帽子ならここにあるだろう。今日はこれで我慢してくれよ。やだやだやだ、パンダさんの帽子がよかったの。親子の会話を聞いていると、どうやらユーナのかぶりたかった帽子が洗濯中で用意できなかったようだ。代わりの帽子をユージが用意したが、パンダの帽子じゃないと気が済まないらしい。そのことで朝から揉めてしまい、待ち合わせに遅れたとのことだった。ユーナちゃん、帽子なら私が動物園のお店で買ってあげる。中へ入ろう。私がユーナの手を引くと、まだ涙は流しているが、大声を出すのはやめてくれた。ユージがほっとした顔をしたことに私も安心し、そのまま三人手をつないで園内へと入る。その日一日過ごしてみたユーナへの印象は、正直に言えばわがままだった。気に入らないことがあれば癇癪を起こし、欲しいものが買ってもらえないとその場でしゃがみ込み、ユージが諦めて買うまでその場を動こうとしない。暑くては泣き、目的の動物が不在だと叫んで怒る。小学生でこれは普通じゃないのでは？私はユーナのわがままなところを見るたびにそう思ったが、わがままな時を除けばユーナはとても可愛らしく、ユージに似て明るい子供だった。ユーナはパンダが大好きなようで、言われてみれば靴下やカバンもすべてパンダだった。お目当ての動物がいるエリアまで行くと、先ほどまで号泣していたのが嘘だったかのようにとびきりの笑顔を見せてくれる。ユージに肩車されながら動物を指さしてはしゃぐユーナは、子供らしい可愛さが詰まっていた。初めの約束通り、動物園の中にある売店でパンダの帽子を買ってあげると、ありがとうと嬉しそうにその場ですぐにかぶる。不安がすべてなくなったわけではないが、ユージとユーナと過ごす未来が少しだけ見えた一日になった。動物園に行った後も週に一度ほど三人で食事をしたり出かけたりする日々が続いた。私にも徐々に懐いてくれ、再婚の話をユージが持ちかけた時にはユーナも大賛成してくれたとのこと。そのまま私たちは無事結婚し、ユーナとユージと三人家族となる。三人での暮らしが始まってからもユーナのわがままは目についた。ユーナはとにかく好き嫌いが多く偏食だ。そのため手作りしても食べてもらえないことがほとんどだった。ユージは今まで出来合いの惣菜を買うか外食していたとのこと。たまにならいいが、毎日惣菜や外食だとバランスも偏るだろうし、体にだって良くないだろう。私は何とかしなければと、ユーナの嫌いな野菜を細かく刻み、わからないようにしたり工夫してバランスのいい食事が取れるように努めた。そして買い物へ行くと、少し目を離した隙に必ず迷子になったり、欲しいものがあるとその場から動かなくなってしまう。ユーナと過ごすにあたり、これが一番困難な出来事だった。ユージが一緒に買い物に行ってくれればいいのだが、急な仕事が入ったりすると二人で行くしかない。
小さい子供との接し方が手探り状態だった私は、最初は怒り方やなだめ方もわからない。だが、ユーナが望むままに欲しいものをすべて買うわけにはいかなかった。同じようなものは家にたくさんあるのだ。買ってもらえずスーパーに寝転びながら泣き叫ぶユーナに、何度同じようにして泣いてしまいたいと思ったことか。だが私なりに愛情と責任を持ってユーナの親になろうとひたすら寄り添い続けた。年齢が上がるにつれてわがままも少なくなり、徐々にいい親子関係を築いていけるように感じる。そして今では本当の娘だと思っているし、ユーナも同じように親だと思ってくれていると信じている。どのくらい昔のことを思い出していたのだろうか。ガチャッという玄関を開ける音が響き、私は長い回想から意識を戻した。ユーナが帰ってきたのだ。ただいま、お腹すいた。ユーナは間延びした話し方をよくする。高校生に上がる頃、私はそれが気になり、ユーナにさりげなく注意したが、口調が治ることはなかった。ユージに相談してみたが、昔からの癖のようなものだという。今ではそれが特徴になり、私としてもその口調に愛着が湧くようになった。ユーナは就職に強い高校へと進学した。真面目に勉学と部活に励み、テニス部に所属していたが、キャプテンにまでなったほどだ。そして月日が経ち、そろそろ進路を決める時期となった。夕食時、ユーナに進路のことをそれとなく聞いてみると、就職に決めたという。私はユーナと家族になってから、将来大学進学する可能性も考え、ユージと資金を貯めたり、節約に励んでいた。なので、就職に進路を決めたと聞いて、少なからず驚いたのだ。ユーナ、やりたいことはないの？進学してもいいのよ。もちろん就職をしたいなら止めるつもりはないが、私たち両親に気を使って進学を諦めたのだとしたら、話し合う必要があると思ったのだ。進学はしないよ。パパは私が小さい頃男で一つで育ててくれたでしょ。早くその恩返しがしたいんだ。もちろんお母さんにもね。その言葉に私は胸が熱くなる。ユーナは本当に進学がしたいわけではなく、早く自立したい気持ちの方が大きいと話しているうちに分かった。そのため、私もユージもそれ以上進路について口を出すことはせず、家族思いの立派な娘に成長してくれたことを心から嬉しく思った。そしてユーナは高校を卒業し、決定していた地元の工場へと就職した。だが働き始めて3ヶ月が経った頃、仕事を休みがちになり、体調が悪いのかと心配したが、ユーナはそうではないという。そしてだんだんと休む回数が増え、ついには行かなくなってしまった。私はどうにか元気を出してほしくて、パートが休みの日は積極的に買い物やランチへ誘った。だがユーナはほとんど私の誘いに乗ることはない。夕飯の時は前と変わらない食事量だが、私がランチに誘う時は食欲がないという理由で断られてしまう。さらに、ユージがいれば以前と変わりないが、なぜか私と二人きりだと口数が減っている気がした。私には言いにくいことなのだろうか。何か仕事で嫌なことでもあったのだろうか。部屋から出られなくなるほどのストレスを抱えているのだろうか。この7年間、血はつながっていなくても、親子としていい関係を築いていたと思っていたので、よそよそしい態度に動揺するばかりだ。心配は増すばかりだが、わずかに感じるユーナから私への拒絶に、あと一歩を踏み込むことがどうしてもできなかった。それでも心配な気持ちは消えないので、私はユージに最近のユーナの様子について相談した。すると、ユージには仕事を辞めたことを知らせていたようだ。私にはやはり言いにくい内容だったのか。胸が少しチクッと痛んだが、ユージと私とでは過ごしてきた時間が違う。小さい頃から一緒の父親にまず相談するのは当然なのかもしれない。仕方ないと自分に言い聞かせた。そしてユーナは次の職場も決まらないまま、一日中家にいるようになった。私はとうとう心配する気持ちが我慢できなくなり、
部屋にいるユーナにドア越しに話しかける。ユーナ、どうしたの？何か悩み事があるなら相談してほしいな。心配だよ。大丈夫だから、今は一人にして。ユーナは私と家で二人きりの時は自分の部屋に引きこもるようになった。ユージが帰ってきたらリビングへ顔を出し、一緒に食事もとる。私にはやめたことを教えてくれなかったが、どうやら父親のユージには話しているようだった。その事実に私はほんの少し悲しくなる。そんなギクシャクした関係が続いたある日、ユージの帰りがいつもより遅かった。ユーナは未だ部屋におり、私は夕食の並んだダイニングテーブルに座って夫の帰りを待つ。いつも残業があると必ず私に連絡をくれるのだ。その連絡もないまま、いつもの帰宅時間を1時間半過ぎようとしている。さすがに心配になり、仕事中かと思ったが、ユージに電話をかけようとしたその時、着信が鳴った。何か嫌な予感がしたが、鳴り響く着信音にせかされ、私は番号を見ないまま電話を取った。はい、私が妻ですが。え？夫が？電話は警察からだった。夫が仕事帰りの帰宅中、事故に遭ったという内容だった。私は全身から血の気が引く感じがして、うまく息ができなくなる。手に持っていたスマートフォンが床に落ち、その音を聞いたのか、ユーナが部屋から出てきた。ちょっと、どうしたの？大丈夫？座り込む私に異変を感じ、ユーナは顔を覗き込む。ユージ、お父さんが。え？パパが？何？どうしたの？私は電話の内容をユーナに伝えた。ユーナも顔から色が消え、私と同じように力なく床に座り込んだ。どのくらいの間、そうしていただろうか。まだ混乱は止まないが、動かないことには何も始まらない。一点を見つめ呆然としているユーナを優しく立たせ、私たちは病院へと向かった。病院に着き、変わり果てた夫と対面する。夫は信号無視のトラックにはねられ、即死だったそうだ。医師の話を聞きながら、私は他人事のように相槌を打つ。どうしても現実だと信じられなかった。信じたくない気持ちの方が大きいのかもしれない。ユーナは私以上に絶望し、何も考えられないという表情で、帰りの道中、一言も言葉を発さなかった。それもそのはずだ。ユーナは小さい頃から父親とずっと一緒に過ごし、父親であるユージが全てだったのだ。私の両親は健在なので、親を失う悲しみはわからない。だが、最愛の夫を亡くした身として、ユーナの気持ちに少しでも寄り添いたいし、孤独を感じさせたくないと強く思った。こんな時こそ、家族で力を合わせて前に進むべきではないのか。きっと夫もそれを望んでいるはず。だが、夫のいない家はあまりに寂しく、虚しい。なんとか力を振り絞って親戚へ訃報の連絡をし、葬儀場の手続きをする。ユージの葬式が始まるまでの間、ユーナは私と必要最低限しか話をしなかった。食事もまともに取れず、葬儀場へ向かう直前まで部屋に引きこもっている。正規の亡くなってしまったユーナを、どうにか葬儀場へ連れて行き、親族の席へ座らせた。私は来客の対応をしたり、葬儀場のスタッフと話をしなければならないので、ユーナのそばにずっといることはできない。幸い、ユージの親戚がユーナを気遣い、話しかけていたので、私はそのまま任せることにした。そしてユージの葬儀が始まった。私はユーナの隣に座り、大丈夫と声をかけたが、ユーナから返事はない。心配の気持ちでユーナを見つめるが、私と目を合わせようとはしない。そうしていると、司会のスタッフが喪主の挨拶を案内し、私が喪主として立ち上がろうとした。すると、今までじっと動かなかったユーナが突然立ち上がり、マイクの前に立ったのだ。
打ち合わせとまるで違う内容にスタッフも驚き声をかけるが、そんなこと気にせず、ユーナはマイクを握った。娘のユーナです。皆さんにここで言っておきたいことがあります。喪主は妻である私だと思っている会場は、突然のユーナの発言にどよめきが起こる。先ほどまで目を合わせなかったユーナとは打って変わって、私の目をまっすぐ睨んで指を指した。私のパパは、この人のこと、家政婦だとしか思っていませんでした。私だって、あんたのことを母親だと思ったことなんて一度もない。慌てたスタッフが、ユーナからマイクを取り上げ、ユーナをなだめている。私は今、ユーナが放った言葉が信じられず、何度も心の中で言葉を反復する。家政婦、母親なんて思ったことない？二つの言葉が、頭の中でぐるぐると回る。どうして？私のつぶやくような声が聞こえたのか、ユーナは私を見てバカにしたように鼻で笑った。今まではずっとパパのためにあんたと仲いいふりをしていただけ。私にはパパさえいればよかった。あんたなんて知らなかったんだよ。視界が歪む。今まで可愛らしいと思っていたユーナの間延びした口調がやけに不快で、両手で耳を塞いだ。現実を受け入れられなくて、目もぎゅっとつむる。頭の中に浮かぶのは、優しいユージの笑顔。そして、幼い頃お母さんと呼んでくれたユーナの姿。初めてお母さんと呼んでくれたのは、ユージと入籍した日だった。市役所から家に帰ると、ユーナが待っててくれて、お母さんお帰りと恥ずかしそうに言ってくれたのだ。その時のことを思い出し、鼻の奥がツーンと痛む。あの時は嬉し涙を流したが、今流れる涙は別のものだ。ユーナは前から私のことを憎いと思っていたのだろうか。もうお母さんと呼んでくれないのだろうか。そんなことを考えていると、ユーナが再びスタッフからマイクを奪い返した。パパの遺産は全部私がもらうから、他人のあんたには一切渡さないよ。それから、私の前に二度と現れないでよね。会場の参列者は、父親を亡くした悲しみでおかしくなってしまったと、ユーナに同情したり、こんな場で非常識なと憤慨する人など、場は騒然となった。ユーナは参列者にも取り押さえられ、会場の後ろへと連れて行かれた。夫であるユージを亡くし、たった今大切にしてきた娘も失おうとしている。そしてこれまでのユージとユーナと過ごした日々が走馬灯のように思い出された。長いようで、今思えば短く感じる三人で過ごした7年間。私はユーナと血のつながりこそないものの、誠心誠意向き合ってきたつもりだ。ユーナに対して愛情もあったが、悲しいことにユーナの心は、もうこちらには向いていなかった。そして最後に夫が生前に私に伝えてくれたことを思い出し、ある決心をしてマイクの前に立った。皆様、お騒がせしてしまい申し訳ありません。ユージの妻の歩みです。騒がしかった会場内も私が言葉を発した途端、静かになる。そしてユーナは会場の後ろで親戚やスタッフに抑えられながらも、私と縁を切れ、財産は渡さないとずっと叫んでいる。ユーナ、あなたの言い分はわかりました。縁は切ります。そう言うと、ユーナの顔はパッと少し明るくなる。憎い私と縁を切って、遺産も手に入るとなれば、ユーナの思い通りにことが進んでいるからだ。私はそんなユーナの反応にもずしんと心が重くなるのが感じられた。まだ心が追いついていないのだ。娘に拒絶される苦しみはこんなにつらいのか。強く生きるのよ。これから何があっても。そこまで言って、私はもう一度参列者に騒ぎを起こしてしまったことを謝罪し、本来の喪主の挨拶を行った。ユーナは落ち着く必要があると判断されたのか、スタッフに会場外へと連れて行かれるのが視界の端に映る。
その後は滞りなく式は進み、式が終わると私はスタッフや参列者一人一人に謝罪をした。ユーナとはあれから連絡を取っていない。私からも連絡はしていないが、ユーナとはまた顔を合わせることになるだろうと心のどこかで確信していた。そして夫の葬儀から数ヶ月の時が経った。私はあれから夫の遺族として手続きをすべて終え、ひっそりと暮らしている。まだ悲しみからは立ち直れないが、一人でいると余計に気がめいるので、パートにも少しずつ復帰している途中だ。ユーナは私が出かけているうちに自分の荷物を持ち出したのか、いつの間にか服や靴がなくなっていた。夫の使っていた箸やお皿はまだしまう気になれず、私は名残がある部屋で夫がいた証を感じながら過ごしている。今日も4時間のパートを終え、マンションへ帰宅した。すると玄関の前にしばらく見ていないユーナの姿があった。ユーナは私に気がつくと、駆け寄って勢いよく詰め寄ってくる。ちょっと、話が違うんだけど。主語すら忘れてしまうほどユーナは焦っているようだった。私は優しく肩を押し、近所迷惑だからとりあえず家に入るように促す。ユーナは文句を言いながら家に入り、玄関を閉めると再びぐっと私に近寄った。パパの遺産が入らないんだけど、どういうことなの？どうやら遺産がいつまで経っても手元に入らないことにうろたえているようだ。ユーナ、あなたはユージさんの本当の子供じゃないの。は？私の発した言葉にユーナは愕然とした表情を見せた。実はユーナはユージの前妻の連れ子で、血はつながっていないのだ。私はユージに子供がいると紹介された時、この事実を知らされた。だがユーナの傷つく顔は見たくないし、血はつながっていなくても僕の大事な一人娘だからというユージの願いもあって、私はユーナにこのことを黙っていた。じゃあ本当のパパは別にいるってこと？いいえ、あなたのお母さんは未婚であなたを産んで、すぐにユージさんと結婚したの。だから戸籍上あなたの父親はいないわ。ユージはユーナを男で一つで引き取った後もユーナを養子にはしなかった。それは戸籍上で親子になってしまうと、ユージが介護が必要となった時、必然的にユーナに負担がかかるのはかわいそうと思ったからだそう。突然衝撃的な真実を告白され、ユーナはとても動揺している。そんな、じゃあ遺産を相続できるのは？ユーナは私を信じられないと言った顔で見る。そして私が遺産を手にできると分かった瞬間、手のひらを返すように私にすり寄ってきた。そういえばお母さん、一人でいろいろ大変じゃない？私また戻ってお母さんのお世話とかするよ。あんなに嬉しかったはずのお母さんは、今はもう嬉しくない。私はすり寄ってくるユーナから離れた。あなた、私とはもう無関係じゃなかったの？自分でそう言ってたわよね。冷たい声でそう言うと、みるみる青ざめていき、そして私の足にまとわりつく。違う、あの時の言葉は本心じゃなくて。本人はそうごまかすが、私にはあれがユーナの本音にしか思えなかった。足元で媚びを売るように近寄り、取り入ろうとするユーナを見下ろし、かぶりを振る。すると慌てながら別の案を提案してきた。じゃあさ、遺産を少し分けてくれない？ちょっと遊びすぎちゃってさ、お金が必要なんだ。ユーナの呼吸は荒く、気温は大して暑くないのに汗をびっしょりとかいている。それだけ心が乱れているのが見て分かった。仕事も辞め、再就職もしておらず、遺産が手に入るからと遊び回っていたため、資金はほとんどないのだろう。だが助けようという気持ちにはなれなかった。私はユージが生前ある頼み事をしてきた時のことを思い出す。あれはユーナがまだ働いていた頃、たまたまユージと私の休みが重なり、久しぶりに二人きりでランチに出かけたのだ。そこは結婚前よく二人で訪れていたイタリアンの店で、
私たち二人にとって思い出の場所だった。結婚後はゆうなが好き嫌いが多かったこともあり、店に来るのは随分と久しぶりだ。私たちは外の景色が見える席に案内された。店内はあまり変わっていないが、メニューにはだいぶ変化があったように感じる。だが、私とユージがいつも頼んでいたセットが変わらず乗っていたのを嬉しく思い、私はパスタを、ユージはピザを注文した。注文したものが届き、夫とお互いの注文したものをシェアしながら食べ進めていく。そして食後に頼んだコーヒーを飲みながら、人が行き交う外の景色を眺める。見上げると、雲一つない青空が広がっており、窓こそ開いていないものの、私は開放的な気持ちになる。そうしていると、目の前に座るユージが話しかけてきた。久しぶりだったけど、相変わらずいい店だよな。そうね。ユーナも食べれそうなメニューも新しく出てるし、今度また3人で来ましょう。私がそう言うと、ユージはとても嬉しそうにうなずいた。あゆみがユーナと仲良くしてくれて、本当に感謝しているよ。ユーナはわがままなところがあるけど、僕の大切な一人娘だからね。うんうんと相槌を打つ。長く二人を見れば見るほど、ユージはユーナを本当に大切にしていることがわかる。血のつながりさえも超えた愛というものを、いつもユージからはひしひしと感じられ、そこもユージの魅力的な部分だった。これから先、誰がどうなるかわからない。もし僕に何かあったときは、どうかユーナを助けてやってほしい。お願いできるかな。改まってお願いされたことに、私は変な違和感を感じる。急にどうしたの？まさかどこか悪いの？何かの病気が判明したのかと思ったが、どうやらそうではないらしい。歩みを見てたら、なぜか伝えたくなっただけだよ。と優しげな笑顔で笑った。もちろん、私一人でもユーナを立派な大人に育てるから、安心して。ユージは私に感謝を述べた後、少し厳しい顔つきをした。でもね、もしユーナが君を見下すような悪い大人になっていたり、君の許せないことをしたら、その時は容赦なくユーナに厳しくしてほしいんだ。きっとそれがユージの親としての愛情であり、覚悟なのだろう。そんなことにはなってほしくないが、私はそのユージの言葉にうなずいた。私は思い出から意識を戻し、まだ足にすがりつくユーナを見る。ユーナはいつの間にか涙目になっており、お金を分けてほしいと変わらず懇願している。葬式の時、ユージは私のことを家政婦としか見ていないと言っていたが、私にはどうしてもそうは思えなかった。それは私とユージの間に揺るがない愛があるからで、それにきっとユーナは気づいていなかったのだろう。ちょっと、ねえ、聞いてるの？お金は分けてくれるんでしょうね。私だってパパの娘だったんだから。どんどん私の足を伝うようにして這い上がってくる。私は足を動かし、ユーナを振り払った。私言ったわよね。何があっても強く生きてねって。何があってもよ。最後の部分をわざと強調して言い、そのまま強引に立たせる。ユーナは青ざめた顔で口をパクパクとさせているが、私は腕を引き、玄関の外へと追いやった。そして私物をまとめておいた紙袋を4つ、呆然とするユーナの前に置く。追い出されることが予想外だったのか、ポカンとしたままこちらを見るが、私は構わないというように勢いよく扉を閉めた。あれから半年が経った。最初の方こそユーナは何度かうちに来ていたが、私は一切相手にしなかった。顔を合わせても相手にされないことに怒りを感じたユーナは、家の前に泥を置いたり、無視するな、話を聞けなどという郵便物を投函したりなどの迷惑行為を行ってくるようになる。私がたまたま嫌がらせの場面に遭遇したとき、焦りながら必死にごまかしていた。だが私は呆れ果てた目でユーナを見て、次やれば警察に通報しますと言い放つ。その反応に諦めがついたのか、いつしかユーナが来ることもなくなった。
ユーナは生活費すら工面できないほどお金に困っているようで、借金もしているとユージの親戚から聞いた。遺産は私の手元に入り十分なお金があるが、私はパートを辞めずに働いている。ユージの残してくれたお金はいざという時に使おうと思い、一円も手をつけていない。贅沢な暮らしはしていないが、私には十分だった。私はユージの仏壇の花を変えながら、これからはユージとの思い出を胸に穏やかな暮らしができるようにと手を合わせた。実は妊娠してるんです。息子ヒロトの嫁であるミナさんはもじもじとしながらそう言った。最近つわりがひどく体調が悪いこともあり、近く仕事を辞めるそうだ。それでお願いがあるんだけど、俺が仕事の間心配だからこの家で暮らさせてくれないか。ミナさんは施設で育ち、身寄りがなく里帰り出産はできない。ヒロトがそう言うと、私の夫である誠司さんは二つ返事でそれを了承した。もちろんだとも、部屋だって余っているし好きに使ってもらえたらいいんじゃないか。そうね、ヒロトの部屋が空いているから掃除しておくわ。初めてのことでいろいろ不安だと思うけれど、いつでも頼ってもらっていいんだからね。ありがとうございます、お父さんお母さん。いつも何かと世話になっているんだ。こんな時くらいしか役には立てないが、どうか支えさせてくれ。ミナさんの潤んでいた目から大粒の涙がこぼれた。そしてその翌週から、ミナさんは小さなスーツケースを引っ張って家へ来た。唯一の気がかりは私の娘の京子のことである。ミナさんの義妹でもある京子は、彼女が施設出身であることをたびたびバカにしてなじってきた。予想通り京子はミナさんがやってくるのを心よくは思わなかったようだ。うちはそんなに広くないから、デブは邪魔なんだよね。物置で寝てくれない？ミナさんがやってきて数日も経たないうちにそんなことを言い放ったのだ。当然私や誠司さんもミナさんをかばって気にしなくていいと言った。それから3年が経ったある日、結婚して家を出ていた京子から急に帰省すると連絡があった。里帰り出産するからね。だが京子が帰ってくると、誠司さんは静かにムッとした表情で言い放つ。ここが今日からお前の部屋だ。誠司さんが指さしたのは家の外に置いてある物置だった。私の名前は中野敦子、パートをしている55歳の兼業主婦だ。家には夫の誠司さんと大学に通う娘の京子がおり、3人で暮らしている。息子もいるが、今は自立して一人暮らしをしながら働いているのだ。私がつい最近始めたばかりのパート先は駅前の大きな書店で、様々なジャンルの本や雑誌、そしてちょっとの文房具が並べられており、それぞれ覚えるのも一苦労だった。私も本好きではあるものの、これほど多いと目が回ってしまうが、それでも好きなものに囲まれているのは楽しいし、私より若い社員さんやアルバイトの学生さんも優しく親切に教えてくれる。そのため慣れない業務でもわからないことは気軽に聞けて、とても居心地のいい場所だった。中でも一番仲がいいのは娘と同い年くらいのミナさんという社員だ。小柄で可愛らしいだけでなく、接客対応もいつもニコニコとしていて、不機嫌そうな顔をしているのを見たことがない。私がまだパートを始めて3日くらいの頃、お昼休憩に誘われたことがある。中野さん、お昼休憩まだですよね、一緒に食べませんか。まだお互いのことをよく知らないのに、ミナさんは人懐こい笑顔でいろいろなことを話してくれて、不思議にも
私は緊張していたのがほぐれていったのだ。それからもちょくちょく彼女と話したり、ご飯を食べたりして、時には業務内容で注意されることもあったけれど、次の日にはまた人懐っこい笑顔で挨拶してくれるのが嬉しかった。話しているうちに好きな小説家の話やドラマの話で盛り上がったり、推しの本を紹介したりしながら、家ではなかなかないやりとりに新鮮さを覚えた。なぜだか自分の娘のようにも思える彼女が、ある時のランチタイムにこんなことを言っていた。私、コナンドイルが好きなんです。だから一度イギリスへの留学もしてみたかったんです。でも留学する費用がなくて。困ったように笑う彼女に、私は大丈夫よと言った。まだ若いんだもの。夢を諦めたらダメよ。何歳になっても大学には入れるし、留学だって旅行だってできるわ。人生100年あるんだから。高校までしか出ていないと言っていたが、自分の娘と同い年くらいなのに、娘よりもとてもしっかりとしていて、少しは見習ってもらいたい、とさえ思ってしまった。京子は大学に通いながら、休みの日は終日遊びに出て朝帰り。そのまま夕方まで寝ているかと思ったら、起き出してきては課題をし忘れたと愚痴をこぼす始末だ。一体何のために学費を払って、通学のための定期も買っているのかと、ため息も漏らさずにはいられない。京子、大学では勉強に力入れるって、受験の時言っていたじゃないの。あんたと同い年の皆さんの方が、よっぽど勉学熱心だわ。また皆さんの話？だってその人、高校までしか出てないんでしょ？大学にも行けなくて貧乏人でかわいそう。子供のように拗ねた様子で、ツンと言って馬鹿にするばかりで、まるで馬耳東風である。すすきの穂が淡い黄色に染まり、秋の訪れを感じる頃、息子のヒロトから久しぶりに連絡があった。いつもは私から連絡しないと何も言わないのに、珍しいこともあるものだと驚いた。もしもし、お母さん、今週か来週家にいる？いるけど。じゃあ、結婚したい人がいるから、家に連れて行くね。結婚相手？私はすっとんきょうな声を上げてしまったが、ちょうどそばで聞いていた誠司さんもびっくりしてお茶をこぼした。そう、来週の、わかったわ、夕方。じゃあ、待ってるわね。電話を切り、私と誠司さんは顔を見合わせながらあっけに取られていた。結婚相手だって、ヒロトが。そうみたいよ。どうしましょう。とりあえず掃除して、お寿司の出前も取って。落ち着け。ピザの方がいいかもしれん。二人とも動揺しすぎて、わけのわからない方向にあたふたとし始めたが、一週間後、その日はあっという間にやってきた。私と誠司さんはリビングのテーブルにつき、そわそわとしながらヒロトの帰りを待つ。ここで二人の結婚を許すことになったら、私はついに姑デビューしてしまうのか、などと不安になりながら待っていると、不意にインターホンが鳴った。私は飛び上がらんばかりに席を立ち、急いで玄関へとかけていく。いらっしゃい、ヒロト。と、あら？扉を開けて目に入ってきたのは、少しボサボサになった髪を適当にまとめたヒロトの姿と、いつも職場で一緒にご飯を食べている彼女だった。ミナさん？え？中野さん？ミナさんも驚きを隠せないようで、職場でのエプロン姿とは違った、フォーマルな姿で口元を押さえている。なんと、ヒロトが婚約者だと言って連れてきたのは、パート先でおなじみのミナさんだったのだ。もちろん、ヒロトもとても驚いていた。いや、まさかミナとお母さんが顔見知りだったなんて知らなくて。
二人の馴れ初めはあの書店で、ヒロトが資格試験の参考書を買いに行った時に一目惚れしたらしい。それからヒロトは足しげく通い、やっとのことで連絡先を交換して交際がスタート。一年を経て今に至るということだった。ミナは施設出身で身寄りがないんだ。同居するわけではないけど、仲良くしてあげてほしい。もちろんよ。私も誠司さんも大喜びで二人を受け入れ祝福した。二人をリビングに招いてから、最初は教職していたミナさんも、ものの数分で誠司さんとも打ち解けてしまい、いつの間にか笑い声が絶えない雰囲気となっていた。式も挙げ、二人の門出を祝ってからも、ミナさんとは相変わらず職場でも顔を合わせ、ランチをしたり、本を勧め合ったりと変わらぬ関係が続いている。また、ミナさんは時々家へ来て家事を手伝ってくれたりもした。そんなに気を使わなくてもいいのよ。いえ、いいんです。私、お母さんがいてくれて嬉しいんですから。そうして、時間になるといそいそと帰り、今度は自分とヒロとの夕食を作るのだ。その日も、ミナさんが帰ろうと玄関へ向かうと、ちょうど大学から帰宅した京子と鉢合わせた。ミナさんは、義妹である京子に一瞬たじろぎつつも、こんにちはと挨拶した。だが京子は、ちらりとミナさんを見て、鬱陶しそうにため息をついた。まだいたの？施設育ちのくせに、うちに入り浸るなんてどういうつもり？瞬間、ミナさんが凍りついたようにピタリと止まってしまった。京子、そんな言い方やめて！お姉さんぶらないでよね。もう、京子！京子は私を見て小さく舌打ちをし、そのまま自室へと入っていった。自分と同じくらいの歳で、赤の他人である彼女が、家でも外でも私にチヤホヤされているのが、京子は面白くないようだった。皆さん、ごめんなさい。京子にはよく言っておくから。大丈夫です。慣れてますから。それだけ言うと、彼女はそそくさと出て行ってしまい、私はいたたまれない気持ちで彼女を見送った。京子はいつも皆さんのことを、施設出身であることを理由に馬鹿にし続けていた。それは私や誠司さんの前でも同じだったし、息子夫婦が家へ来て食事をしている時も変わらない。もちろん、私や誠司さんがたしなめることもあったし、兄であるヒロとは憤慨して、京子にひどく当たることもあった。何よ、皆さんの味方ばかりして！京子は不機嫌そうに顔を背けて部屋を出ていくのだった。それから月日が流れて何年かが経ったある日、ヒロトとミナさんはいつものように家へ来て食事をしていたが、ふとミナさんが仕事を辞めるという話を聞いた。どうして？驚いて理由を聞くと、ミナさんは言いにくそうにもじもじとした。実は、妊娠しているんです。すでに3ヶ月ほどが経っており、最近はつわりが始まって、家でもなかなか思うように動けない日が増えてきたとのこと。確かに最近皆さんは全体的にふくよかになってきて、以前の小柄な体型ではなくなっていたし、職場でも時々早退することがあったので、私は納得した。私も誠司さんも驚きと嬉しさが半々で、この喜ばしい知らせに、二人でおめでとうと祝福した。それで、お願いがあるんだけど、と、ヒロトは私たちに向き直る。最近、ミナのつわりがひどいから、仕事を辞めてもらうことにしたんだ。俺が仕事の間、心配だから、この家で暮らさせてくれないか？誠司さんは二つ返事でそれを了承した。もちろんだと思う。部屋だって余っているし、好きに使ってもらえたらいいんじゃないか。なあ、母さん。そうね。ヒロトの部屋が空いているから、掃除しておくわ。
初めてのことでいろいろ不安だと思うけれど、いつでも頼ってもらっていいんだからね。ありがとうございます。お父さん、お母さん。いつも何かと世話になっているんだ。こんな時ぐらいしか役には立てないが、どうか支えさせてくれ。皆さんの潤んでいた目から大粒の涙がこぼれた。職場でも家でも彼女が泣いているところを見たことはなかったが、今回はそれだけ大きな不安があったのだろう。その日は一旦自宅に戻ってもらうことにして、翌日私はヒロトの部屋を掃除し、布団やシーツも変えて皆さんが安心できるように準備を整えた。そしてその翌週から皆さんは小さなスーツケースを引っ張って家へ来た。とはいえ、日中は私もパートに出てしまって、帰ってくるのは夕方の5時を過ぎる頃だ。何かあったら連絡してね。なるべく早めに帰るから。私はいつもそう言っていたが、皆さんから連絡が来ることはなかった。唯一の気がかりは京子のことである。うちはそんなに広くないから、デブは邪魔なんだよね。物置で寝てくれない？皆さんがやってきて数日も経たないうちに、そんなことを言い放ったのだ。当然、私や誠司さんも皆さんをかばって、気にしなくていいと言った。しかし、一ヶ月経っても、京子は皆さんに八つ当たりし、状況は変わらなかった。京子、皆さんはとても辛いんだって、わかってあげてちょうだい。ある夏の夕暮れ時、パートから戻ってきた私は、リビングでアイスを食べている京子に言った。その日は真夏日で蒸し暑かったが、冷房の温度設定のことで、京子が文句を言ってきたのだ。だって皆さん、一日中何もしないのに、冷房の効いた部屋でだらけてるのよ。寒すぎるくらいの部屋でね。何もしてないわけじゃないの。お腹の中で赤ちゃんを育てているのよ。それに、妊婦さんは体温の調節も難しい人だっているの。熱中症にならないように気をつけるのは当たり前よ。そんなの知らないよ。京子はスマートフォンをいじり始め、ポケットからイヤホンを取り出すと動画を見始めた。まるでこの話はもう終わりと言わんばかりの態度に、私は呆れて何も言うこともできなくなった。この会話を聞いていたのか、皆さんは次の日曜日、申し訳なさそうに京子に謝り、この家を出ていくと言い出した。つわりもだいぶ落ち着きましたし、いつまでもお世話になるわけにもいかないので、戻ろうかと。ご迷惑をおかけしました。あ、そう。せいせいするわ。京子、何言ってるの？皆さんもまだ家にいてもいいのに。いえ、もう大丈夫です。ありがとうございました。皆さんはやんわりと断り、来た時と同じように小さなスーツケースを引っ張って帰っていった。ヒロトは、皆さんは出産までは実家にいると思い込んでいたようで、その日帰宅した皆さんの姿を見るとびっくりしたらしい。もう大丈夫だから、と皆さんは気丈に振る舞っていたが、しばらくしてから、ヒロトからヘルプを求める声が電話越しに聞こえてきた。お母さん、やっぱりみんなの調子が良くないんだ。実家には行かないって、かたくなに拒むし、ちょっと時々様子を見に来てくれないか？私はやはり京子のことでストレスがあったのだろうと察しがついた。わかったわ。できるだけそっちにも顔を出すようにするわね。それ以来、私と時々誠司さんも一緒に様子を見に行くようになった。息子夫婦は実家から徒歩数分ほどのマンションに住んでおり、作り置きのおかずやお弁当などの差し入れも持っていく。私たちがそうして家を空けるようになると、京子はそれに対しても文句を言うようになった。徐々に皆さんのお腹は大きくなって、臨月を迎えようかという頃には、
彼女の体調も安定してきたようだ。私は安心しきっていて、内心ではほっとしながら、その日もパート先から帰る途中に皆さんのもとへ訪ねて行った。インターホンを鳴らして返事を待つが、珍しく何も応答がない。この時間なら皆さんはキッチンに立っているはず、と思ったのだが、留守なのだろうか。失礼を承知で玄関の扉を押すと鍵がかかっておらず、簡単に開いたので、私は直感で何かがおかしいと気づいた。皆さん、いるの？私が声をかけつつ、そっと中へ入ると、玄関でうずくまっている皆さんを見つけた。皆さん？彼女の顔色はとても悪く、今にも吐きそうなほど苦しんでいた。お腹が痛くて、動けない。私は慌てて救急車を呼び、近くの病院まで運んでもらうと、そのまま緊急手術となった。数時間後、誠司さんとヒロトが病院に到着した時には、手術は無事に終わり、皆さんも元気な男の子を出産した。病院の医師の説明によると、母子ともに異常はなく、安心していいとのことだ。一時はどうなるかと心配したが、後日お見舞いも兼ねて、家族で皆さんに会いに行った。お母さんのおかげで助かりました。そう言って涙ぐむ彼女を見て、京子は大げさすぎ、と鼻で笑っていた。皆さんは今では少しずつ授乳もできるようになり、どことなく若いママさんという雰囲気になってきている。皆さんと赤ちゃんが無事でよかったわ。ねえ、あなた。誠司さんはというと、初孫の顔が見れたことで一番出れていて、赤ちゃんを笑わせようと一生懸命だった。孫が生まれてから3年が経ち、今ではよく歩き、よく転び、よく食べ、と、せわしないやんちゃっこに育ち、ヒロトの小さい頃を見ているような気持ちになる。毎週末、息子夫婦は実家に遊びに来てくれて、一緒にご飯を食べたり、ショッピングをしたりするようになっていた。この子、何でも口に入れちゃうんです。この前なんか炭酸電池を食べてて、慌てて取り上げたんですよ。おもちゃによく使われる電池も、子供の目の前にあっては気が置けない、と話している皆さんは、本屋で働いていた頃と変わらないくらいに体型が戻り、あの人懐っこい笑顔も健在だ。この3年のうちに、京子は金持ちと結婚し、家を出ていた。お相手は、菊池高也さんといい、ご両親は IT 企業を経営していて、高也さんはその後取り息子なのだそうだ。玉の輿となった京子は電話をしてくるたびに、何百万もするバッグを買ってもらったとか、高級ディナーに連れて行ってもらった、等の自慢話ばかりをした。そんな彼女から先日、急に帰省すると連絡があったのには驚いた。里帰り出産するからね。よろしく。皆さんと孫に会わせることになると思うと気が進まず、私はやんわりと断ることにした。移動だけでも大変でしょうし、予定日にはこっちから行くから、そっちで産んだ方がいいんじゃないかしら。大丈夫だって。心配しないでよ、お母さん。そうして京子は聞く耳を持たなかった。案の定、皆さんと孫がいる週末を狙って、京子は大きなブランド物のスーツケースを引っ張ってきた。ただいまー。上機嫌で家に上がると、皆さんと孫を見て勝ち誇ったように鼻を鳴らした。あら、お姉さん、久しぶり。来てたのね。京子さん、お久しぶりです。わずかに皆さんの表情がこわばった。京子は皆さんと孫の姿を品定めするかのようにじろじろと見た。相変わらず貧乏くさいね。お金あげるから、私が里帰りしてる間、ちょこちょこ手伝ってよね。え？何をです？何をって、私の身の回りのことよ。ほら、妊婦さんって
重いものを持っちゃダメって言うじゃない？だから、洗濯物とかできないし、買い物だって荷物持てないから手伝ってほしいし。いや、私だって自分の家のことがあるし、そういうのはちょっと。いいじゃない。お姉さんだって妊婦としての辛さがわかるでしょ？ただで人助けしろってんじゃないのよ。ちゃんと謝礼は払うから。そういうことじゃなくてですね。じゃあ最初に私の荷物を2階の私の部屋に運んでほしいわ。それから部屋の掃除とお布団も干してほしいかな。睡眠は大事って言うしね。戸惑う皆さんを見て、たまりかねた誠司さんは玄関へ歩いて行き、京子のスーツケースを運び出した。京子は驚き、誠司さんの方を見て慌てて追いかけた。なぜなら、誠司さんは2階ではなく、玄関の外へと出て行き、物置の扉をガラリと開けたのだ。お父さん？どうしたの？なんで私の荷物を物置にしまおうとしてるの？誠司さんは静かにムッとした表情で言い放った。ここが今日からお前の部屋だ。なんでよ、私は娘なのよ。憤慨する京子を前に誠司さんは眉を潜めた。私は二人を追って外へ出て行き、後ろから一言こう言った。あなたが皆さんにしたことのほんの一部を返しているだけよ。嫌なら向こうのお家に帰りなさい。京子はキーキーと悔しがりながら、この家には入れてもらえないことを悟ると、大きなスーツケースを引っ張って帰っていった。皆さんが妊娠していた時、あれほど鬱陶しがって邪険にしていたのに、自分だけは違うと思っていたのだろう。京子は学生だったとはいえ、皆さんに対して、デブだの、だらけているだのと悪口が過ぎたのだ。少しくらいお灸を据えてやった方が彼女のためにもなるはずだ。そう思って私と誠司さんがあらかじめ打ち合わせをしておいたのは私たち二人だけの秘密である。皆さんは最初こそ京子のことを心配していたが、私が大丈夫だと言うと安心してくれたようだ。ただ私にも予想外だったことがある。京子はその後自宅に戻ったのだが、そこには、夫である高谷さんと知らない女性が待ち受けていた。その女性は、よく見ると、妊娠しているようにお腹が出ており、どういうことなのかと高谷さんを問い詰めると、しぶしぶと言った様子でこう言ったそうだ。だって、お腹の子、女の子だろ。うち、後継ぎ必要だから、男を妊娠してるこいつと結婚したいんだ。そして、その知らない女性に合図すると、離婚届がさっと出てきて、京子は離婚を迫られることになった。泣きわめきながら離婚したくないと叫ぶものの、高谷さんは冷たく京子を突き放した。慰謝料ならポケットマネーで払うから。ほら、300万、受け取れよ。300万円の小切手を突き出され、京子は彼の気持ちが、本当にもう自分にはないのだと思い知った。そして離婚届にサインをし、押印をして大きなスーツケースとお腹を抱えてあてもなく歩き出したという。そのような経緯を電話越しに私に語り、家へ帰りたいと言ってきたが、私は受け入れなかった。京子は行き場をなくし、友人の助けも借りながら、ボロアパートを借りて過ごし、高谷さんからもらった慰謝料の300万円を使いながら生活した。幸いにも、急な体調不良や病気になることもなく、自然分娩で女の子を出産したが、後で聞いたところによると、たった一人で出産して、産後も誰も来てくれない病室はとても寂しかったそうだ。京子は退院後も、ボロアパートで子供を世話して、保育園に預けられるようになった頃にパートに出た。玉の輿だと浮かれていた当時とは金銭感覚も違っていて、1円でも安い食材や惣菜に目を光らせる毎日だ。あんたもしっかりしてきたわね。
私は感心しながら電話口で笑っていた。また京子は自分がこのような大変な目に遭って、初めて皆さんに辛く当たりすぎたことを後悔したという。自分は本当に何もわかっていない子供だったのだと。もし叶うなら皆さんに謝りたいと、とても反省している様子だった。そのことを皆さんにも伝えると、とても驚いた顔をして不安そうに表情を曇らせた。この頃には皆さんも書店に時短勤務で復帰しており、職場の休憩室で伝えたのだが、あまり気は進まないような返事をしていた。京子さんが？彼女にとっては京子は自分を散々馬鹿にしてきたし、妊娠中にも産後にもいろいろと高圧的に絡んできていたため、苦手意識の拭えない相手なのだろう。私や誠司さんやヒロトがいくら注意してもそれは治らず、今になって謝りたいと言われても戸惑いや葛藤が生まれないわけがないし、許せるかどうかもわからない。京子自身も今さら謝っても許してもらえるなどと虫のいいことは考えてはいないはずだが、それでも丸くなった彼女なりに伝えたい思いもあるはずだ。わかりました。ただお母さんにも同席してほしいんですけど、構いませんか？もちろん、私もそのつもりだから心配しないで。後日、皆さんは孫をヒロトに預けて、私と一緒に京子のもとへ出かけていった。電車を乗り継いで目的地に着くと、改札の向こうで小さな女の子の手を引く京子の姿があった。京子は私たちに気づくと、ぎこちなく手を振った。私たちは駅からほんの数分歩いたところにあるファミリーレストランへ入ると、ボックス席に通されて、京子と皆さんは向かい合う形で席に着いた。二人とも来てくれて本当にありがとう。いいのいいの。ねえ、皆さん。皆さんは緊張した様子でうつむき固まっていた。その様子を見て、京子は気まずそうに皆さんを呼んだ。皆さん、私、本当にごめんなさい。皆さんが妊娠してた時、私、本当にひどいことを言って傷つけてしまって、一人になって、皆さんの抱えてた不安とか、出産の怖さ、嬉しさも、やっとわかったの。え？私のしたことは間違っていたし、今はもう反省してます。あの時も、その後も、皆さんに優しくしてあげられなくて、ちゃんと考えてあげられなくて、本当にすみませんでした。そう言って京子はその場で深々と頭を下げた。皆さんはあっけに取られながらも、その謝罪が決して適当な、その場で繕っているだけのものではないということがわかり、その謝罪を受け入れた。顔を上げてください。京子さんの気持ちはわかりました。これから仲良くしてもらえたらいいなって思います。皆さんは人懐っこい笑顔で、京子に微笑んだ。それ以来、二人の仲は改善していき、子供の年が近いということもあって、今度は京子たちの方がちょくちょく実家へと遊びに来るようになった。二人の孫に囲まれたじいじこと、誠司さんはもはやデレデレすぎるくらいで、二人のことを目に入れても痛くないほどに可愛がっていた。一方、私と皆さん、そして京子の三人はというと、誠司さんたちに孫を預けて息抜きにカフェに行ったりしている。少し前までは考えられない光景だが、ヒロトもそんな私たちの様子を皆さんから聞いて目を丸くして驚いていたという。再来月には皆さんの誕生日が控えているのだが、実は私はささやかながら海外旅行を計画している。皆さん、ちょっといい？あなたのお誕生日にプレゼントしたいものがあるんだけど、旅行なんてどうかしら？え？そんな悪いですよ。それに子供が。孫ちゃんは私たちで見ておくわ。遠慮しないで受け取って。そう言って私はラッピングされた封筒を手渡した。中にはイギリス行きのチケットと宿泊先のパンフレットが入れてある。
留学まではさせてあげられないけれど、英文学好きの彼女には一度くらいイギリス旅行に行かせてあげたいと思ってこっそり準備していたのだ。ミナさんがその包みを開け、どんな表情をするだろうかと、私は静かに見守っていた。